こう。行こう。行くぞ。同じペースで、みんなで。チェンジ、チェンジ、チェンジ、ああ、オッケー、もうちょっと早くチェンジ、チェンジ、チェンジ、はいチェンジ、チェンジ、ああ、はいターン、ライト、ライト、ライト、早く回れ、早く回れ、おお、オッケー、ターンレフト、ターンレフト、ペアの相手ミスった、うわ、チェンジ、チェンジ、はいオッケー、はいじゃあそれしよう。
べてない。じゃあさっきのカットで。ビッグフェイス。もっと AOR もできなかった。そら撮ってないやん。そら撮ってない。カットで。美味しいですか？ジーマミー豆腐。あれだよ。ジーマミー豆腐。あれだよ。ジーマミー豆腐。あれだ。野口選手、食事のポイントは？ほうじ茶です。ほうじ茶。ほうじ茶飲んでからご飯食べるのがルーティンです。一応温めてから。弱はや温めてから、はい。セーフすか、今引き直してないですか。何だいうこと言って。ありがとうございます。藤原選手の食事のポイント。全部と。全部。とりあえず全部。メニューを。はい。ジーマミー豆腐取ってない。取ってないですけど。全部取ってないよ。全部取ってないですけど。マチュの選手の食事のポイントは？ポイントっすか？はい、まあ、オスだ。オスしかないな。オスじゃん。麺だよ。分からない。沖縄あんま水がオスだ。とりあえず食事のポイントはどんなところですか？やっぱり、はい、まあこういうところのも大事ですけど、いただきますとごちそうさま。挨拶ちょっと待って。今俺んとこやったやん。疲れすぎて面白くなくなってきてるから、衝動でじゃないと面白くできへんから、こいつ俺で悲しんでる。今俺のいい動きを消してたんですよ。素晴らしい。それでは。そう。まあ、ご飯のことちゃうんかいのすごい言ったことよかったやん。何の話してるの？いや、挨拶が大事だよ。ほら、ガラガラなった。やり直そうもんかご飯って何食べるかもないです。感謝の気持ち。俺は結構鶏が好きで、鶏をメインで取るんですけど、これが大事。結構サーモンとアボカドって合うからね。合うからこれあえてあるから合わせてみました。いや、もう自分で作ってる。でこの今日はこれ食べるためにバムシン来ました。食べました。食いながら疲れてますもん。島原の最初はめっちゃおもろかったけど、これ先に疲れてちょっと逆線をつきました。あ、これリュウのやつ聞いた方がいい。怒られる。まあ、よくないか。リュウめちゃくちゃご飯食べる。毎食食べるっすか？めっちゃだな。うん。ちょっと待って、あんまよろしいことじゃないと思って。恥ずかしがるで。予測なってないもんね。ゴング鳴らしてないもんね。新加入の2人の食事のメニューのポイントってどんなところですか？野菜もめっす。でも肉もつされたかな。もうよくないし。肉もよくない。佐藤選手は野菜を多く取って、毎日と余裕で食いすぎて腹壊したんで、ちょっとヨーグルトの機会もやってました。ちょっと一つ飲めないな、今日は。あの、マジで言った。リサルトオレ、8ジャンから。喧嘩します。ダサすぎだろ。喧嘩じゃなくて、タイトルマッチ。喧嘩じゃないです。タイトルマッチ。世界ナンバーワン。決めます。え、2人で世界ナンバーワン？あ、違います。王者ディストどっちが今王者、喧嘩が強いか。チャレンジャー8時半からやります。交互期待。何でもありなの。
言っちゃった。このもうこんだけ宣言してやめることできないカメラでは映せないようなバチバチが。あ、じゃあ頭かぶるな。でかいな。頭でかいな。あ、でかいな。やったほうがいいよ。やったほうがいいよ。クニ君と立てる感じなんですか。え、てか俺とやろうよ。俺と。ごめん。怖い。つられちゃうな。ショウキーちゃんっていう。強いやつやねえか。そうや、そうや。カメラの前で生きるね。カメラの前だけ強いです。今3日連続タイトルマッチキャンセルしてます。いつも危険。カメラの方がタイトルマッチ何ってなってるの。何の？いい沖縄。世界。全部カットするのやめて。全部カットしたい。カメラ回ってんのに黙々食うのはやめよ。小野沢選手、納豆好きなんですか。はい、いつも2つ食べてるんですか。2つ毎食2つ毎回食べてます。体にいいでしょ。いいでしょ。あ、小野沢選手のプチ情報なんですけど、小野沢選手は島回りキャンプの同部屋だったんですけど、寝言めっちゃうるさいです。逆です。こちらの寝言すごいです。どっちかっ寝言がうるさすぎて寝ようかもしれない。いいプチ情報。でも新井くんは歯磨きしながら寝るんで、ちょっと汚かったです。すごく歯磨きの途中でちょっと寝るんで、寝言も結構はっきりしゃべるし、トイレ神経寝言の形式は歯磨いてる時に、あ、それは言うの。あ、寮は寝ながら逆立ちします。寮は寝ながら逆立ちします。本当に寮はモノマネができます。何のモノマネですか。足玉だ。もうみんな知ってますよ。あれ結構なんか話題になったみたいで。話題になったブライじゃね、ブライ。やっぱこれ見てる人って年齢層高いと思うから、ブライ。ほら、リズのブライ。うわぁ。クオリティ高いんだよ。まあまた新しいレパートリーできたら、はい、ぜひ。はい、レパートリー探してください。ありがとうございました。なんか言い残したことがある人。よしき君は、野原ひろしと呼んであげてください。ファンの方カットで今カットで野原ひろし今な感じでカット。